どうもマイペース男です。はい、というわけでね、皆さん、お久しぶりのこの景色です。今日はね、久しぶりに、武蔵小杉で今度自転車でねやろうと思います。この間ねウォーカーで武蔵小杉やったんですけど、まあ僕はね武蔵小杉拠点に結構やってて、この辺はねホームなんですよ。でホームなんですけど、最近はね地方で自転車乗ったりとか、まあ歩きばっかりやってたんでね、あまりこのホームで実際に自分のミニメロでね配達を全然してなかったということで、久しぶりにね、ミニベロで、自分の自前のミニベロでホームの武蔵小杉でね、今どれだけ稼げるのかということで、今ね5時55分で間もなく6時なんですよ。で夜6時、土曜日の夜6時ですね。まあ多分シミもね、今ねなんだかんだシミがもう120円かな、武蔵小杉ついてるんで、ちょっとねいい感じに、お久しぶりのミニベロちゃんでございます。まあ暗くてちょっと分かりづらいんですけど、はい、そういうわけでね、夜6時からまあ2時間半とか3時間ぐらいかな、まあ、9時ぐらいまでちょっと様子見ながらね、久しぶりに武蔵小杉でウーバーイーツやってみようかと思います。でもね、神奈川県ね15度、これから14度とかになっていく感じでちょっと寒いんですけど、はい、では120本のシミがついてる武蔵小杉出発します。はい、オンラインになりました。時間が5時58分、久しぶりのねこのミニベロで稼働スタートです。まあ、場所はね新丸子駅の近くなんで、ここからね武蔵小杉までとりあえず行って待機したいと思います。はい、では武蔵小杉の街に降り立ちました。はい、ではね最近生まれ変わった武蔵小杉の広場でございます。さあこの辺で待ちますか。はい、皆さん、6時14分にね1軒来ましたダブルピックですね。久しぶりのララテラス成城石行っていきたいと思います。はい、ララテラスはね防災センターで受け取るんでね、駐輪場に自転車止めてきます。はい、じゃあ成城石でね2軒扱ってきましたので1軒目行ってきます。280m ですね、行きます。ダブルピック1軒目配達完了です。はい、じゃあ次2軒目行ってきます。はい、2軒目も近いです。 750m です。行ってきます。ダブルピック2軒目配達完了、またでは駅の方に戻ります。はい、駅に戻ってきたらまた 2軒目3軒目かなりましたので行ってきます。焼肉チョモランマです。着きました、久しぶりのチョモランマ、こちらです。どうもウバイツです。焼肉チョモランマを使ってきました。はい、700m です。近場の案件多いですね。行ってきます。久しぶりの連絡通路を使ってます。3件目配達完了しました。というわけでね、もうそろそろ7時ですね。7時間今やりまして3件終わりましたね。またちょっと駅の近くに行きたいと思います。もうすでに駅の近くなんだけどね。はい、今ね早速なりましたね。ここ1 3.5 キロ案件です。若干遠いですが行きたいと思います。はい、扱ってきました。 3.4 キロ、自転車20分、ちょっと遠いですが頑張りたいと思います。久々のロング案件、ミニベロちゃんで頑張ります。はい、川沿いをね走っております。気持ちいいですね。はい、ひたすら走っております。どうもウバイツです。お待たせいたしました。ありがとうございます。失礼します。はい、配達完了しました。ちょっとね遠くまで来ちゃいましたけどね、また武蔵小杉駅目指して戻りたいと思います。でも住宅地はね走りやすくていいですね。静かだしね。はい、久しぶりのね等々力緑地を通過中です。はい、30分ぶりに、武蔵小杉に戻ってまいりました。はい、皆さん、なりました。5軒目ですかね。横浜家系ラーメン町田商店、もうすぐそこのお店ですね。行ってきます。こちらですね。今はウバイツでーす。はい、じゃあ町田商店さん、扱ってきました。で、配達先がね、2.3 キロなんですが、これね、ちょっとね、ちょっと住所がね、Google マップに出ないんですよね。なんか、お客様側からね、住所はこちらに届けてくださいって書いてあったんだけど、ちょっとそちらがね Google マップに反映されてないんで、ちょっと建物名はわかるんで、まあ、近くに行って建物名を調べるって感じになりますね。ちょっともしかしたら到着に時間がかかるかもしれないですね。失礼します。お待たせいたしました。なでー、はい、なんとかね配達終わりました。なんか普通にねそれっぽい場所行ったらね、あの建物書いてあったんでね、わかりやすかったです。はい、というわけでまた駅に戻りたいと思います。はい、またね駅の近くに来たら1軒入りました。ちょっとこれね、スリーコイン案件なんですが、まあ、近いんでね、行っていきたいと思います。弥生軒、行ってきます。はい、弥生軒、扱ってきました。450m ですね。これもう、ウーバーウォーカーの案件ぐらいの距離ですね。行きたいと思います。
お待たせいたしました。ありがとうございます。無事配達完了しました。というわけでまた駅の近くに行きます。はい、ありました、ありました。よくお世話になってるね、カードアベニューのね、キムスープさんで1軒入りましたね。向かいたいと思います。しかし今日配達員多いですね。でもなるっていうね、さすが土曜日。こんばんは、ウーバイツです。はい、0EP44 です。キムスープさん預かりました。というわけで行ってきたいと思います。1キロめっちゃ近いです。行きます。時間8時半過ぎたんで、あとこれが最後か、もしくはあと1軒ぐらい行ければいいかなという感じです。まあ、お疲れ様です。お待たせしました。ありがとうございます。失礼します。はい、無事配達完了したんで、また駅に戻りたいと思います。時間は8時40分なんで、あと20分ぐらいですね。ちょっとね、あまり遠くにもう行きたくないんでね、いい案件が来たら取る感じで、なかったらそのまま帰ります。ではでは。はい、皆さん、今ね、駅の方に戻ってから餃子の王将が1軒になりましたね。まあ、2.8 キロ案件だからこれが最後かな。こんばんは。はい、F5E5C です。もう一度 F5E5C で、はい、餃子の王将預かってきました。最後ね、 2.6 キロちょっと遠いですが行っていきたいと思います。はい、元住吉の方のね、道を走っております。左側には大きい公園があります。はい、エレベーターがついてない団地とかなので、5階まで階段です。久しぶりだこれ。よし、完了。駆け下りてく。夜景が綺麗です。お疲れ様でした。というわけでね、はい、帰ってきました。はい、では今日のまず報告から。今日ですね、オンライン時間が3時間6分で、8乗車、3762円でした。そしてチップが200円、ありがとうございます。まあ、そんなわけでね、久しぶりに武蔵小杉で自転車稼働、しかも自分のマイチャリミニベロ組んでね、配達するということで。まあでもね、やっぱ思ったのはね、3コインがやっぱ多いのかな。ピークで染みついてたから100いくらとかで400円台上ってたけど、基本多分あの距離で300円かみたいな、 3.5 キロで300円かみたいな、そんな感じなんでね、ちょっとやっぱ単価自体は下がってんのかなっていう感じはしました。まあ、こうやってシミがついたりとか、割と盛り上がるエリアでやるならいいんだけど、普通の場所でやるとちょっと微妙なのかなと。やっぱりどんだけ距離稼いでも300円だったらショートの方がいいだろうということで、まあ、多分ウーバーウォーカーが独り勝ちするんじゃないですかね、ウーバーイーツはね。というわけでみんなウーバーウォーカーやりましょう。僕もこれからまたウーバーウォーカーやります。ただウーバーウォーカーは注文が入るか入らないかが重要になってくるんで微妙なんですけどね。はい、そんな感じでまたいろんな場所に配達しますので、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。